典型的な動物細胞の模式図。細胞質とその他主な構造。核固定細胞核リボソーム小胞素面小胞体。ゴル自体細胞骨格かつ面小胞体ミトコンドリア。液胞細胞質リソソーム中心固定。細胞質は、細胞の細胞膜で囲まれた部分である、原型質のうち、細胞核以外の領域のことを指す。細胞質は、細胞質機質のほか 特に深刻生物の細胞では様々な細胞小器官を含む。細胞小器官の多くは生体膜によって他の部分と隔てられている。細胞質は生体内の様々な代謝や細胞分裂などの細胞活動のほとんどが起こる場所である。細胞質基質を意図して雇用される場合も多い。細胞質のうち細胞小器官以外の部分を細胞質基質または 細胞質ゲルという。細胞質基質は複雑な混合物であり、細胞骨格、溶解した分子、水分などからなり、細胞の体積の大きな部分を占めている。細胞質基質はゲルであり、繊維のネットワークが溶液中に散らばっている。この細高上のネットワークと、タンパク質などの高分子の濃度の高さのため、細胞質基質の中では、 分子クラウディングと呼ばれる現象が起こり、理想溶液にはならない。このクラウディングの効果はまた細胞質機質内部の反応も変化させる。細胞質には3つの主要な要素がある。細胞質機質、細胞小器官、封入体である。細胞内の様々な小器官や構造の中のタンパク質。GFP による標識。細胞質機質は、 細胞質の内細胞小器官と封入体以外の部分である。細胞質機質は半透明な液体であり、様々な細胞質の要素がその中に漂っている。細胞質機質は一般的な細胞の体積の約70%を占め、水、塩、低分子の有機化合物などからなる。細胞質はまた細胞骨格を形作る。 タンパク質繊維や水溶性タンパク質、リボソーム、プロテアソームなどの大きな構造を、まだよくわかっていないボールトなどを含んでいる。細胞質の内側の部分は下流を多く含み、比較的流動性に富んでいて、これを内質と呼ぶ。対して外側の部分は外質と呼ばれる。細胞小器官は生体膜で包まれた細胞中で固有の機能を持つ部分である。 主要な細胞小器官としては、ミトコンドリア、小胞体、ゴルジ体、リソソームなどがある。植物細胞では他に葉緑体、液胞などがある。風乳体は、細胞質気質中に浮かぶ、不要性物質の集合体である。細胞内が暗有物とも言う。生物種や細胞の種類ごとに異なる種類の風乳体が存在する。 例えば植物に見られる集酸カルシウムや二酸化系素の結晶のほか、デンプン、クリ抗原、ポリヒドロキシラク酸などのエネルギー貯蔵物質のカルーなどである。特に広く見られるものは油滴である。これは球状の液滴で脂質とタンパク質の混合物であり、原核生物にも真核生物にも見られる。脂肪酸やステロールなどの脂質の保存のために使われる。 脂質保存に特化した細胞である脂肪細胞では体積の多くを湯滴が占める。ありがとうございます。